実業家の堀江貴文氏47が27日、住民票のある北海道、大樹町民を辞めると自身のツイッターで表明した。現地にはロケット発射場があり、堀江氏が出資する北海道の宇宙ベンチャー企業、インターステラテクノロジズが民間ロケットの発射実験を行う拠点となっていた。5月2日には小型ロケット、モモ5号機を打ち上げると発表されている。堀江氏は27日に、今日すごく嫌なことされたので大樹町民辞めます、と綴り、翌28日未明には、どの町に住民票を移そうかな。やっぱり決断力があってノイジーマイノリティに屈しない主張がいる町がいいな、と転出届を出す意向を示した。住民票を移す具体的な理由は明らかになっていない。大樹町に住民登録したのは2015年12月。同町は帯広市の南方にあり、人口は今年3月末の時点で5462人。ナウマンゾウの化石が発掘された町としても知られる。